用鉄城明治24年3月15日は、幕末、明治期の浄土宗僧侶、仏教師や、畜後国久留米にて、久留米藩士、羽海万五郎生前、久保氏の次男に生まれる。6歳で、地元の西岸寺に入り、後に、京都や江戸で修行する。21歳の時に、増上寺にて、僧脈を受ける。後に、増上寺学寮を司さどった。 文久元年に、清国寺住職となる。文久三年自身の羅漢研究をまとめた、羅漢図三集を刊行する。これは、今日から見ても高い学術的価値を持つ著作であり、通る定の優れた学識が伺える。また、鉄城は、羅漢の知識を、加野和信に教え、増上寺に残る、計百幅にも及ぶ和信の、五百羅漢図、制作にも役立った。 明治5年に、明治政府より、教部省十等出資し、検証の利政に任じられる。この年、僧侶も、生を名乗ることになったが、この際に出家以前の、迂回生を同じ読みの、よう、と改める。明治6年に、伝通院。明治7年に、代銀七十五代住職に新参、明治8年に、大教生となり、浄土周期を定める。明治十八年に、 浄土習慣長になる。二年後に、治癒院十字を辞して、達中の副住院に移った。狩りや駅祭、友の信友の学を継承して、仏教史の研究にあたって、廃仏希釈や西洋人の仏教批判に強く抵抗し、キリスト教を排撃する一方で、日本史における仏教の重要性を説いた。明治十年には、治癒院に、自らのコレクションを寄贈したが、 その中には、上宮、聖徳法を定説をはじめ現在国法に指定されている三点も含まれている。また、各地に布教活動を行って各地に人を創建した。また、音楽や書、詩文など多様な趣味を有していた。明治24年、名古屋市にて死去した。著書に、演算思想、故郷創作録、故郷大罰などがある。 ありがとうございます。